スピリチュアルヒーラーのシリウスヨシキです。近いなと思います。というかね、毎日同じじゃ面白くないっていうのもあるし、なんかね、型にとらわれなくてもいいのかなっていうのがあるし。いやー、このね独特な世界観をお伝えするさまざまなね表現を、やっています。いやー、僕ね最近思ったんだけど、つい最近ほらすごくこう霊が見えるまあ本物のね、本物の子が来たっていうお話ね、聞いてくれた方いると思うんですけど、僕は見えるわけじゃないんだけど、すごくいっぱいそのついてるよっていうのとか、そういうのは分かりますよね。うん、だから実践シリウスヒーリングにも書いてあるけど、五大神通力って言って、神通力っていうのは神に通じる力ですよね。で、五大っていうのは5個のってことですよね。で、まあ見える力ね、どうせ見るならさ、綺麗なものや美しいものみたいですよね。まあ僕の目はさておきね、美しいかどうかはさておき、僕たちのこの目で見るものね、美しいものみたいですね。で、聞こえる力っていうのは、まあ目に見えない世界のメッセージが聞こえるってことですよね。で、僕はこれ聞こえるって言ってないけど、まあ聞こえるのかもしれません。話しかけられてるように聞こえると言ったらそうじゃないかもしれないけど、やっぱりまあ結構やめろって言われてることをまあちょっと無理にやっちゃったりとかね、いろんなこともあるけども人間なんで、だけどまあ聞こえるっちゃ聞こえるかもしれません。あとはね、見える聞こえる分かるっていうのは、まあ見えるとか聞こえるっていう情報のね、もっと簡略化されたものですよね。要は結論がこうだなああだなとか、それが分かる。あと4つ目は余地ね。余地、まあちょっと先が読める、もしくは数年先が読める、そういう感覚があるかもしれないですけどね。なんか割とこの世の運命宿命、本当に全ての人がそうではないと思うんですよね。流動してる人の方が多いと思うんですけど、僕なんかの場合はもっと決まってる感じしますね。自分の役目があって、その役目をね、まあやりながらね、この人生でいろんな経験や感動をね経験していく。まああまり真面目に聞きすぎなくていいですからね。昨日も僕の YouTube ね、いつも見てますっていう人からご連絡があってね、まあその方いろいろ大変な経験されてるっていうふうにね、教えてくれましたけどもね。まあでも一番辛い時とかね、大変な時って、逆に何だろう、もう良くなるしかないからね、そこからね。そういう意味ではまあいろんな辛い思い出とかね、あとは何かある種のね、その時空間に呪縛されている、そういうまあエネルギーだったり魂ですよね。そういったものをね、このシリウスからね、シリウスのエネルギーで解き放ってね、別の人生、別の流れにね、動き出すっていうためにいらっしゃったんですよね。まあ、あとは最後はね、それはまあヒーリング、今最後言ったのがヒーリングですよね。ヒーリング能力。これはだからね、最終的な部分になるのでね、やはり大きなものの力っていうものの管轄の中でね、行われるもので、全てがその自由意志で、決定しているわけじゃないんですよね。まあ、僕みたいに能力がすごく高くなったりね、強くなってしまうというのもおかしいけど、強い、人っていうのは特にね、大きな守りだし、あとはもう宿命、そういうお仕事をやるっていうことですよね。自由意志とはちょっと違うね。自由意志とはちょっと違う。大きな宇宙のね、循環のようなものです。ということで今日はね、こんな試みでさようなら。昔の地球が近づいてきました。コロンブスの新大陸発見、そんな頃のね、地球儀だと思います。新大陸の後はね、新宇宙ね、発見してほしいですね。